はい、先ほどは初心者におすすめということで選んでいただきましたけども、はい、まあ、おそらくこう大変だったところの方がちょっと多いんじゃないかっていうの方がしてるんで、ちょっとこれも気になりますけど、はい、次ですね、はい、大変だったベスト3、こちらちょっとご紹介したいと思います、はい、まずじゃあ花田さんいかがですか、はい、まず大変だったところ海谷山海の駒ヶ岳ですね、はい、うん、海谷山海、はい、これはどこの山ですか、うん、これ糸魚川市にあるんですね、うん、糸魚川、あの天飾山から続いてる山脈の一つなんですけど、自分はノコギリ岳から縦走して駒ヶ岳に向かったんですけど、うんうん、でそこに3つピークがあって、ノコギリ岳、はい、鬼ヶ面山で最後にあの駒ヶ岳ってとこがあって、はい、まあ、そこ縦走するのが結構あの、まあ、ゴツゴツした岩場のあるような岩山系なんですよ ね、 すね、山域だったので、はい、うん、すごい10メーターぐらいある長いはしご、10メーター、いや、そうなんですよ、もう下ったりとか、いや、まあ、結構切れてるようなところを、はい、まあ、鎖持ちながらこう歩くみたいな、なかなかなところですね。そうなんですよね、うん、なかなかハードな、はい、スリリングなところが結構多かったので、うん、ここは結構大変でしたね、そうなんですね、はい、で一緒に行ったのが、まあ、あの、まあ、全然とさあんまりやったことないような新人のこうちょっと連れて行ってしまったなんでここにしたんですいや、ちょっとスリル味わせてあげようかなと思ってちょっと良心だったんですけど、はい、結構大変そうでした。いや、これ怖いんじゃないですか。そうですよね、結構鎖場多いところで、うん、いやちょっと怖い、はい、彼も高所恐怖症だったんでちょっと大変ですね。じゃあそうですね、そうです、なんで、まあ、2人セットでまあ大変だったなって。なるほど、はい、なるほど。2つ目が苗場山、はいはい、苗場、これはもう有名な山です、うん、はい、これ大変だった点は、いや、そうなんですよ、普通だったら全然あの、まあ、割と初心者におすすめな、うん、っていうイメージあります、はい、場所なんですけど、はい、まあ、これが10月の後半ぐらいに行ったんですけど、うん、まあ、その日がすごい雪降ってて、あの、その前の日ぐらい、前々日ぐらいに雪が降ってて、はい、で和田小屋っていうところを越えて、まあ、スキー場を登っていくんですけど、うん、はい、その先からもうすぐに雪が、なるほど、そうなんですよ、うん、もうじゃあ完全に冬山だったと、はい、冬山でしたね、はい、で途中の登山道ももう雪解け水で川みたいになってなるそこも暴れてて、うん、結構な水量の川になってて、でそこも大変でしたし、うん、もう大変ですね、で、まあ、山頂もその日ちょっと天気悪くて、はい、まあ、ガスってて、うん、で下も白いし上も白いしみたいな、もう全部真っ白みたいななんで結構大変でした。これはもうやっぱもう季節の問題、そうですね、そうですね、はい、うん、行く時期は選んだ方がいいですよっていうことですね。普段だったらね、普通に夏とかだったら、はい、もうそうなんですよ、本当に初心者向けの、ね、はい、割と平坦な山というか、ね、はい、そうですよね、いや、本当は、うん、あの初心者のスタッフ連れて行く予定だったんですけど、はい、雪があるってことを知ってみんなどんどんキャンセルしていてもうゴリゴリの、そうなんですよ、経験者スタッフと共に、はい、経験者スタッフと2人で登りました、はい、うん、まあそうですよね、そうですね、晴れてたらその初心者におすすめの平っぴょ山もちょうど見えるところなんですけど ね、 いうね、うん、近いですもん、そうですよね、はい、うん、で、まあ、苗場さん今年であの9月から信越トレイルに加入して、はい、そうですよね、はい、そこまで延伸して伸びました、ね、トータルで110キロになったんですけど、うん、あ、ここまでじゃあ続いてるんですよ、そうなんですよ、そっちの方から登ろうかなとも思ってたんですけど、うん、結構まあ雪があったんで今回は、まあ、まあそうですね、はい、メジャーのところから登りましたね。なるほど、はい、でベスト3の1位が、はい、津上新道ですね、津上新道、うん、北アルプス、はい、はい、北アルプスのコレンゲ山から、はい、登って、コレンゲ山、うん、はい、で白鳥山、うん、っていうところを越えて、うん、はい、最後日本海側に降りたんですけど、どんどん下っていく、はい、そうですね、まあ、これ通常だったら、まあ、2泊3日ぐらいの、うん、これかなり長いんですね、そうなんですよね、まあ、トータルで50キロある、50キロ、はい、もうなかなかの相当な、うん、まあ、ちょっと僕の知識不足で、はい、ワンデーでこれは実は行ったんですけど、50キロ日帰りで行ったんですか、はい、2泊3日のコース、そうなんですよね最初、まあ、15時間ぐらいで行けるかなと思ってたら、はい、ちょっと押してしまって17時間かかりまして、うん、まあでも17時間も15時間もそんな長かったら正直あんまし気もしてくるけど、そうですね、うん、まあ確かに、はい、結構、まあ、ちょっと勉強不足知識不足で、うん、あの思ったより時間かかってしまったっていう、半日以上なわけですから、ね、そうですね、もう日が昇る前から日が落ちるぐらいまでやった、はい、いやそうなんですよ、これも藤本さんと2人で実は、はい、一緒に行きました、はい、いやこれは大変でしたか、
大変でしたね。いや藤本さんは全然弱くなかったですいやいやいやそんなことないですよ。途中でもう花田くんがもうめちゃめちゃ走るんですよ、はい、あ走ると間に合わないなと思って、結構時間的に危ないなと思ったんで、はい、いやいや、まあ、いやでも普通にやっぱりすっごい走るのも楽しんでて、あこれがトレランかと思いながら自分、そうですね、自分もあんまり走ったりっていうのじゃなくて、ファストハイク、どっちかというとファストハイクだったんで、うん、なるほどね、ちょっと僕は今年から本格的にトレラン始めたんで、結構も走りたくて、いやそうですね、走りたくてこの、まあ、ワンデーっていうのをやったんですけど、そうですね、走りたくて急ぎたくてっていうところでちょっと失敗しました、ね、そこでも、まあ、噛み合わなかったのもちょっとまだ自分の体力ではこの50キロは辛かったです。いやいやそれでもやっぱり生きたっていうことはもうめちゃめちゃ体力あるっていうことだと思いますけどね一応1日で完遂したわけですよね、うん、そうですね、なんとか。いやすごい、まあ、でも疲れましたね、うん、これは、はい、これの途中でちょっと面白いこともいろいろあったんですけどちょっと藤本さんの意外とこう可愛いところがあって、可愛いところちょっと硬派な感じに見えます。いやそうなんですよ、うん、まあ、普段はこういうキリッとしてる感じなんですけど、いやいや、はい、もう白鳥山ぐらい行った時にはもう真っ暗だったんですよね、うん、なるほど、日が落ちてでした、はい、で、まあ、その真っ暗なところを、まあ、ヘッドライト一つで2人で歩いてたんですけど、うんうん、いや怖いですねこれは。したら、まあ、藤本さんがいきなりこううわーとか言って僕にこうなんか抱きついてきて、はい、なんか聞いたらなんか後ろでガサッて音がしたとか言ってそんなのに響いちゃう、はい、ちょっと可愛い一面。いやそうですね、いやいや、まあ、でも普通は怖い。いやそうですね、まあ、まあでもね、いや逆に、うん、いや強いんですよ。動じなかったですか。いやそうなんですよ、やっぱり、うん、うん、暗い登山道って本当に街灯とかも何もないんで、うん、自分たちのヘッドライト、はい、まあ、1人ずつで2つですよね、それしかめちゃくちゃ怖いないんですけど、うん、いや、 やっぱりそこでガサッと落としたら本当にお化け屋敷みたいな、そう、ね、なんか状態ですよね。なんでうわーっと思って、もうちょうど自分が後ろ歩いてたんで、はい、後ろから音がしたから、やっぱそっち反射的に前の方にうわってちょっとギュッと僕はそれで逆にびっくりしましたうおーって急に誰かに抱きつかれたっていうそうですよね、はい、いやでも優しくちょっと沿って大丈夫ですよって言ってないそんなこと包容力があるからね。いや包容力ありました、まあ、普通真っ暗の中ね、山ですから何が出てくるか分かんないです。いやそうですね、うん、おそらくクマみたいなのも見ましたね。うん、そうですね、あそうですか、ちょうど暗くなる、はい、ヘッドライト出すか出さないかぐらいの時間帯ですかね。クマっぽいものが、そうですね、木の上に何かこう影があって、僕らが通りかかる瞬間にこう、はい、ザザザッといってなんかこうシーンに逃げてったんですけど、多分あれクマでしたね。いやそうですね、それが、うん、それがあったからちょっと自分も、まあ余計そうやっぱりね、ちょっと構えちゃったかもしれないですね、うん、大変ですけど、やっぱこういうちょっとエピソードもいっぱいありますね、はい、藤本さんの方はいかがでしたか。はい、そうですね、私の大変だったベスト3の第3位ですね、はい、こちらは三神楽岳ということで、まあ、下越の谷川岳なんかとも、まあ、言われてる山なんですけれども、これもなかなかハードな、そうですね、はい、こっちの方が、まあ、栄太郎新道、まあ、蝉ヶ平っていうところから登るコースと、はい、もう一つ、まあ、少し比較的簡単なところと、まあ、2つあるんですけれども、はい、まあ、三神楽岳といったら、まあ、ちょっとそっちのハードな、まあ、鎖場とかあるようなコースから行こうかなと思って行ったんですけれども、うん、最初のその登りの取り付きまでのところが結構草が生い茂ってまして、はい、ああ、藪がすごかったような感じ、はい、草が。そうなんですよ。で実はここ、まあ、その撮影で行ってきますと言って、はい、行って1分後に草で踏み外して1メーターぐらい滑落するっていう。そうなんですよ、はい、まあ1メーターぐらいだってよかったんですけど、ちょっとその下結構落ちてたんで、あ、ちょっといきなりやばかったなと思って、はい、そこがあってから、まあちょっとやっぱりもう下見えないんで、ちょっと慎重に行ったりとか。で、まあ、いや怖いですね。でまあ、上のところもまあロープとか、まあ、鎖場とか で、うん、でそこも上部も若干ちょっとやぶがあったりとかっていうので、でまあ、そこがちょっとそういったハードな面ということで大変だったベスト3の第3位に、はい、いやしんどいですねこれは、うん、選びました、はい、でもやっぱりもう景色めちゃめちゃ綺麗で、うん、天気も良くて、あ、そうですね、良かったですね、はいはい、でまあ、そこもやっぱり紅葉の時期とか行ったらもう八海山とかみたいな感じで岩とその紅葉とのコントラストとかがすごい綺麗なんかなと思いますね、うん、で次の2位ですね、はい、2位が飯豊山、
と、まあ、いうことで、まあそうですよね。長いです、うん、ここはもう、まあ、皆さんも知ってるかもしれないんですけど、どこから登るにしても、うん、なかなか時間がかかるっていうところで2位に選んだんですけれども、うん、私が行った時は、はい、奥大内出庭というところですね、うん、から、まあ、エブリサシの北側の方ですね、はい、から、まあ、奥大内からあそうですね、エブリサシを1回踏んで、はい、飯豊の方行って、で、弥平城というその飯豊の、まあ、少し南側のところに下山したんで、そうですね、まで、まあ、重装で行ったんですけれども、はい、まあ、それでもやっぱりその日一番最後に踏んだ新潟百名山というのもあったので、うん、はい、まあ、やっぱりここは達成感というのがすごいありましたし、はい、やっと着いたというところが、どこから登っても長いなと、うん、思いましたね。いやでもその長い距離歩かないとやっぱ見れない景色ってのがありますね。いやそうですね、うん、これは本当周りがもう見渡す限り、うん、山々がこう、ね、いやそうですね、囲んでる感じがね、はい、すごいですよね、うん、あっちもこっちもこう道が続いてる感じがあったり、いやそうですね、もうそのアルプスみたいなところなんですけど、うん、アルプスよりもやっぱり人は少ないので、そうですね、ちょっと秘境感もある感じというか、そうですね、なのでまあそういったところでゆっくりじゃないですけれども、うん、まあシーンとした、まあ、ゆったりとした中を行きたいっていうところだったら、まあ達成感も味わえておすすめなところでもありますね、うん、はい、これも通常だったらね、どんくらい2泊3泊ぐらいですか、あのルートだと。まあそうですね、そのルート、まあ、エブリサシの方から行くとなったら、はい、まあ、2泊3日ぐらいでは組んでおいた方がいいかなと思いますね、うん、それをこっちも日帰りでちょっと日帰りで、はい、目指して夜中から出発してなるほど、はい、目指してみました。いやすごいですね、体力が、ね、えだって飯豊山を踏んでこう達成感ある感じだったと、はい、あそうですね、やっぱりまあそれもあっての達成感っていうのもあるんですけれども、うん、はい、そっからでもまだね、あそうですね、めちゃくちゃ長い、うん、そうですね、飯豊からのまあ下山もうやっぱ長いなというところでの、はい、ハードですよ。そうですね。ちなみに三条店の店長の上田さんも一緒に来てくれて、はい、飯豊山の山頂でちょうど合流して一緒に降りるっていう、はい、待ち合わせでね。そうですね、はい、そうですね、出会い系登山スタイルで、ちょっと新しいですね。そうですね、出会い系登山、でじゃあ1位ですね、はい、大変だったベスト3の第1位の方が矢筈岳ですね、うん、これもこの山もそうですね、なかなか新潟百名山の本とか見てないとあまりピンとこないかもしれないんですけれども、うん、矢筈岳の方が一応星5がついてる、まあ、難易度マックスみたいな一番そうですねところになってるんですけれども、難易度の基準が1から5まであって、そうですね、はい、の 5っていうのがついてるとこで、まあ、なんで5ついてるかって言ったら、はい、まあ、ここはもう残雪期にしか行けないっていうところで、うん、はい、普通の登山道がついてないので、夏場は、まあ、夏場はそうですね、やぶなんでちょっと行けなくて、登山道はない山ってのもね、うん、なかなかすごい山、ね、そうですよね、まあ、そこが百名山に選ばれてるっていうところで、はい、うん、そうですね、まあ、それがきっかけでっていうところでもあるんですけど、まあ、実際行ってみてやっぱりまあそうですよね、残雪期で雪の状態によっても進み具合っていうのも変わってきますし、はい、うん、まあ、逆にちょっと雪がすごい少ないとヤブが出てきちゃうんで、うん、なんか絶妙なね、バランスというか、ね、はい、いい時期は本当限られる感じですかね、うん、うん、そうですね、距離もなかなか長いっていうのもあって、のすごい達成感っていうのはあったんですけど、あ、まあやっぱり大変でしたね、大変です、大変でした、これはやっぱりもう映像も見ても、ね、そうですね、やっぱ迫力というかね、うん、とんでもないってことがやっぱ伝わると思うんで、うん、そうですね、まああんまり見れない、まあ何ですかね、泡畑の裏側っていうんですかね、うん、うん、とかも見れたりしたので、まあ、そっちの河内山海っていうところなんですけど、ね、はいはい、やっぱそこがすごい良かったですね、うん、いやーハードでしたけど、はい、やっぱお二人ともねハードなとこやっぱ登ってますね、まあ登らざるを得ないっていうのが正直なところかもしれない、いやでも企画の時点でね、うん、まあ、あえてハードな登り方してますしね、うん、あそうですね、いやいやいや、津上新道とかもちょっと今回そうでしたけど、うん、まあでもやっぱそういったチャレンジ的なことも、はい、まあ、やっぱりやるからにはやってみたいというのもちょっと、うんうん、あったりして、うん、そうですね、うん、はい、はい、じゃあ続いてですね、 VR 動画おすすめのベスト3、はい、ということで実際の動画見ながらですねご紹介していけたらなと思います。はい、はい、まあ、これ実際にねどういう感じで撮影してるかっていうのはすごい気になると思うんですけども、はい、こちらですねインスタ360っていうカメラ、このカメラが、はい、あの両サイドレンズついてるんですよね、うん、表側と、ね、はい、うん、裏側でどちらもレンズついてるんで、はい、これで撮ることによってこう360度
全部撮ることができる。なるほど。んですね。これをこうやって実際伸ばしてこうやって、はい、撮ってました。なるほど、はい、まあ、こういう状態で持って、うん、持ちながら登ってということで、これもなかなか大変でね。他の登山客には結構異様な目で見られてましたね。そうですね。本当なんか通信してんのかなみたいな、なんかアンテナ持ちながらね。そうですね、うん、なかなかね見慣れないから不思議な光景ですけども、はい、そうですね、まあ、これでねあの映像が撮れるっていうことなんで、はい、そうですね、はい、じゃあ実際に、はい、見ていきたいと思います。はい、はい、じゃあまず花田さんの方からですね、はい、3番目が大源太山ですね、はい、先ほど説明した谷川連峰の一番端っこなんですけど、はい、うん、これが、まあ、ちょっと山頂の映像を残念ながらちょっと撮ることができなくて。なるほど、うん、これ今七つ小屋山ですね、はい、うん、ちょっと分岐のところですかね、はい、七つ小屋山で、はい、大源太山っていうのが本当にこう先が尖ってる山で、うん、よくね、はい、あのマッターホルンっていう、そうですね、マッターホルンっていうように別名で言われてますけど、それがちょっと今回撮ることができなかったんですが、うん、まあ、先ほどお伝えした通りちょっと、電車とか使って登ったんですよね、うん、この日は、うん、なるほど、なのでその旅感をちょっと見てもらいたいなと思って、旅感、なるほど、でちょっと降りていくと途中で大きい沢登頂するところもありますね、うん、どの辺でしょうかね、あ、これあれ山頂です、それそうですね、山頂ですね、いやもうめっちゃ真っ白なんですね。真っ白ですね。ちょっともう上が見えないぐらいの、ね、うん、ガスというか、これ山頂までの鎖場ですね、うん、これはどうやって撮影してるんですか、バックパックに刺してたかな、 あそこが偽ピークかな、あ、うん、こっちそうですね、そっち側が山頂ですね、うん、結構尖って見えますけど、意外と、なんだろう、意外と踏み場があるというか、いやでも結構横はギリギリですか、うん、落ちてましたね、まあ、逆にガスってるからこそ横、 そうですね、そこが見えなくて安心感があるっていうパターンかも、うん、まあ、本当はもっと高度感がある感じ、ね、そうですね、はい、ちょっとね、この山頂の映像撮れなかったのがちょっと残念ですけど、あ、これ山頂ですね、はい、うん、あ、これが山頂なんですね、あ、意外となんだろう、そんなに何かあるわけではない、そうですね、うん、なんかもっと山頂景色がドーンとある感じとかじゃないんですね、はい、いや、ここを目指してみんな登るわけですよ、うん、はい、で、降りていくと結構降りるところも急登でしたね、はい、あ、まあ、結構なね、坂になってますね、はい、この辺はもう、なかなか開けてて綺麗ですね、はい、ガス抜けた感じですかね、うん、上だけなんですね、やっぱり、そうですね、上の方ちょっと白っぽいですもんね、うん、その辺が、お、これが川でしょうかね、うん、そうですね、川に出てきたところです ね、 ですね、何川だろう、大源太川、これ大源太川で、お、結構沢登りとかもあるところですね、あ、そうですね、うん、膝下まで浸かるぐらいまで、うん、膝下まで浸かるぐらい、図書ありました、すねまでの図書、おお、まあ、なかなかの、あ、結構ですね、これ何月ですか、9月ぐらいでした、ね、あ、まあまあまだ、まあまあ、まだまだ、でも水冷たかったでしょうしね、いや、もうこれは天然のアイシングでしたね、なるほど、なるほど、走ってますね、うん、おしゃれ下山して道路と合流するところですね、はい、あ、なるほど、うん、もう一番最後の、そうですね、あ、ですね、登山ポストがあって、うん、はい、あ、ここは駐車場で、そうですね、うん、大源太山の駐車場ありますね、なるほど、で最後はあの大源太キャニオンキャンプ場ですね、あ、入り口なところですね、はい、うん、はい、ここまで降りてここの最終のバスで越後湯沢の駅まで、なるほど、行きました、うん、最後もう駅と、そうですね、中ですね、ちょっと反対側見てもらいたいんですけど、はい、ここでもう電車が入ってきますね、はい、おお、これは旅感ありますね、旅感ありますね、うん、でこの越後湯沢の駅で結構2時間ぐらい空きの時間あって中にある、うん、あの温泉に入りました、ね、ああ、ありますね、はい、駅の中に温泉が、そうなんですよ、酒の湯っていうのが、そうですよね、うん、あ、お酒を、はいはい、まあ、温泉の湯船の中に入れて、そのあ、お酒入ってるんですね、そうなんですよ、ちょっと面白い温泉が駅の中にあって、でそこに入ってその向かいのラーメン屋さん食べて、でもう満喫しました、なるほど、あ、もう本当にじゃもう旅ですね、そうですね、うん、最後お土産買って、あ、お土産までだいぶ満喫していい感じの工程で、いや、そうなんです、でそこからあの土合駅方に帰るっていう、うん、やっぱりね、先ほども言ってましたけど、通しでね、そうですね、方向に登れるっていうのはいいですね、トータルのプランがすごい楽しかったですね、うん、いいですね、
じゃあ次第2位が、はい、これ獅子ヶ岳ですね。獅子ヶ岳、はい、これ上越市にあるんですけど、うん、スキー場とかで、あのキューピッドバレーのスキー場はあるので結構有名なところですね。あのちょうど一番リフト上まで行くと奥に見えている山、ね、はい、そうですね、はい、うん、でそこ、これゲレンデのところから登ってますね。ここはじゃあ普段はゲレンデとあるんですか、はい、で, すで、これ夕方から登って、はい、夕方から、はい、でこれあの山頂に、うん、あの歩道があるんですけど、あ、ここなんか建物があるんですね。そうなんですよ、これもゲレンデから景色いい時若干見える歩道ですね、うん、あ、そうですか、地味に見えます。で、まあ、これが避難小屋って書いてたんで、はい、本当はこの避難小屋に泊まる予定だったんですけど、はい、山頂、まあ、結構あの先に先客がいたんで、先客、はい、誰かいらっしゃったんですか。あ、そうなんですか、はい、あの神様いらっしゃった。あ、なるほど。まあ先客というかこの声の主が。そうです、なるほどね。ちょっと、まあ、この中で泊まるのはちょっと見えないけど、まあ、ここに多分、あ、そうですね、お賽銭箱、お賽銭箱なるほど、裏切り中にあると思うんですけど、まあ、本当に避難するときはね、そうですね、っていう感じ、うん、そうですね、その隣でちょっと軽くビバークして、おお、なるほど。で、次のカットぐらいで多分もう朝ですね。あ、じゃあこれ翌朝なんですね。いや、そうなんですよ。そうですか、夕方から行って、はい、で、まあ、釣ると、はい、まあ、ビバークして、なるほど、うん、あ、で、奥に見えてるのはこれは米山と、あと、ここが、はい、そっちが多分、狩羽黒姫山ですかね、うん、これはなかなか景色いいですね。いや、綺麗ですね。結構ここも奥まってるんですけど、奥、遠くまで見えますね、はいはい、うん、割とお手頃な、うん、この辺がスキー場山頂ですね。そうですね。反対側も綺麗です、はい、うん、向こうにちらっとっあの妙高とか、そうですよね、その3つのピークがあるんですよね、はい、でこれあの降りて割とすぐのところに、はい、不動滝っていうところがあるんですけど、うん、なんか聞いたことありますね。あ、これ正面ですね。あ、これこの不動滝が結構迫力がすごくて、これ高そうですね結構。いや、そうですね、うん、すごいあの落差もあって、うん、すごい迫力のある滝で、実際こっから降りてあのすぐそばまで行くことがあ、降りれる、はい、あ、降りた、これですね、で、あ、水流れてますね。うわ、すごい、もうめちゃめちゃ近くまで行けて、マイナスイオンもめちゃめちゃ浴びてきました。ガンガン、はい、めちゃくちゃ浴びて、うん、なんかもう画面からももう浴びてるようになりますもんね。おお、なんか苔むしてるけどいい感じですね。いや、そうなんですよ。打たれたら気持ちよさそうです、夏は。そうですね、はい、いや、この滝が意外とこう迫力満点にこう映像で撮れてて、まあ、これはでもなかなかすごいインパクトありますね、はい、これでまあ2番目に選びましたね。なるほど、いや、いいですね。はい、じゃあ続いてが1位ですかね。はい、日内山ですね。うん、日内ですか、はい、うん、まあ、すごいメジャーな山で、うん、ここはあの高野池キュッテのところですね、はい、あ、なるほど、はい、うん、キャンプ地ここで、そうですね、高野池で、はい、この日はツルと泊しましたね。おお、なるほど。で妙高から縦走して日内まで行ったんですけど、いいですね。僕今朝食食べてるところですね、朝ごはん、はい、モンベルのリゾット食べてますね。ああ、もう3分で、そうなんです、すぐにアルファ米が戻るっていう、はい、なるほど、すごいお手軽ないいやつですね、うん、この日も結構もう紅葉も進んでて、うん、秋ですね、はい、池の周りも景色良かったです。これが何月ぐらい、これ10月、そうですね、10月、うん、最盛期のちょっと前ぐらいですかね、はい、お、うん、まだじゃあもうちょっと、もうちょっとです、うん、あ、綺麗ですね。で途中から他の長岡店と上越店のスタッフが合流してくれて、あ、ね、あ、いっぱい、うん、朝妙高山の方は一人で行って、はい、高野池ヒュッて泊まって、そうですね、翌日に合流してみんなで、翌日に合流して、いいですね。そっから笹上の方に降りたって感じですね。4人ですかね、4人で、うん、で実はこの先にあの、はい、長岡店の店長の米山さんもまだ登ってる、まあ、先に、はい、山頂で合流すると思いますね。あ、山頂にて待つっていうスタイルですかね、はい、店長、そこら辺がちょうど見てください、あの、はい、逆さ日内が見れるんですよ。あ、すごい、池に綺麗に映ってますね、うん、これ天狗の庭ですね。うん、そうですね、あのちょっとこう張り出したところがあって、ね、はい、うん、ところありますね。木道から見ることできるんですけど、これもすごい、うん、あの朝あの風なくて、はい、綺麗に、あ、そうですよね、あ、波っていうか風あるとね、こう水面が揺らいで、うん、そうですね、見えないですもんね。
ちゃんと映ってましたね。おお、これなかなか絵になる映像ですね、うん、はい、これも山頂手前ぐらいですね、うん、もうちょっとか、うん、おお、雲をちょっと下に見て、多分登ってる感じもやっぱ高度感あっていいですよね、うん、なかなか VR じゃないと見れない、そうですね、確かに。でここは山頂ですかね、うん、これ山頂ですね。お、山頂結構人いるんですね、やっぱり。山頂そうですね、平日だったんですけど結構平日でこのぐらい、まあ、さすが日本百名山っていうところですよね。でこっちが焼山の方ですね、焼山ね、うん、ちょうど雲の中にあるのがこれが焼山です、ね、うん、奥にもあの北アルプスの方が山脈がこの辺が並んでるのが見えます。そうですね、そのアルプスの手前がこれ金山とかかな。あ、そうですね、こっちがですよね、うん、多分そこ金山とか雨飾り、雨飾りかな、まあでもそこら辺ですよね、はい、うん、でこの日ちょっと映像じゃ分かんないんですけど、はい、あの富士山とかも見えてました、ね、お、山頂から見えるんですよ、富士山が。こっから富士山が見えるわけ、ね、そうなんです。なんか結構ガスが多いような気もするけど、ちょうどそうですね、いいぐらいに、はい、あの南アルプスの方とか、はい、ああ南プスも、はい、あっちも見えてましたね。あ、米山さんいます、何かこ う, あ、そうです、ね、見えますよと言ってますね、はい、で最後にもうみんなそれぞれのこうもぐもぐタイムが、なるほど、これは結構あの、はい、いろんな個性が見えて面白いです、うん、そうですよね、はい、お昼ご飯何作るかって、どういったので作るかっていうところも、うん、うん、いろんなパターンがあります、はい、ちなみにこの日の花田くんの食事は、網持ってる、僕はね、ちょっと回してもらえば映ると思うんですけど、この日は駄菓子ですね、駄菓子、駄菓子いろいろな個性が見える中、はい、あなたか駄菓子ちょっと個性出しすぎですね、これちょっともう狙ってますね、これね、きなこ棒みたいなの食べてますね、めっちゃサングラスかけて駄菓子食べてるな、サングラスかけてイケイケなところできなこ棒、こっちはウィンドバーナーでカップ麺、カップ麺でおにぎり、おにぎり食べて、さっきのアミ一房持ってきてました、わ、なんか焼いてますね、これ、わ、すごい、もういいですね、いやでも駄菓子も負けんぐらいいいですね、はい、あとはあの長岡のカフェで作ってるクッキーもこれもらって、あ、クッキー の, あのレビューもしてますね、本当だ、あ、これ、ね、チャンククッキー、チャンククッキー美味しかったです、ね、これぐらいの、ね、うん、カロリーもありますしね、うん、そう、ナッツとかも入ってるんで、うん、そうですよね、うん、でこれ最後ですね、これはサスタガミネ肉だった感じですかね、そうです、そうです、うん、またこの下りもね、あの七曲がりのところとか大変ですからね、うん、最後のゴールみたいなところも、あ、これ、あ、そうそう、これ橋ですね、はい、うん、多分動画じゃ映ってないかもしれないんですけど、うん、あの普通に、あ、魚影が、はい、あ、イワナでしょうね、多分、うんうん、映ってましたね、いや、いっぱいいるでしょうね、こんなとこ、うん、最後がこのゲートなかなか達成感あってね、あ、そうですね、そうですね、ゴールって感じですね、お疲れ様でした。いや、いいですね、なんかみんなでこうやって、うん、なんかやったっていうのを共有できるのも、うん、いい映像ですね、うん、そうですよね、うん、これもまた VR でなんか参加してる気分にね、はい、そうですよね、やれるのかな、ね、うん、確かに、はい、いや、見応えのある VR 動画でした、うん、いや、いいですね、はい、参戦、僕の中の、はい、はい、次じゃあ藤本さんの方いきましょうか、はい、はい、じゃあ藤本さんの方は、はい、そうですね、私の VR 動画おすすめベスト3の第3位が浅草岳ですね、うんうん、でさっきもちょっと話したんですけれども、はい、ここがすっごい広い駐車場になってまして、うんうん、ここが、そうですね、ここのその前に見えてる、はいはい、赤い、あ、そうです、これ、これですね、はい、この赤いのがトイレ、うん、とあと、まあ、避難所みたいなところになってて、すごい広いですね、そうそう、めちゃめちゃ広いですよ、本当にもう普通にサッカーグラウンドかなみたいな、いや、本当そうっすね、ですよね、なんかコートみたいに見えますね、そうですよね、誰もいなかったらここで遊んでもいいんじゃんっていうぐらいの広さがあるところが、これが駐車場です、広いです、で自分が来た時は1台さっきいたんですけど、その人を、はい、帰っていったんで、うん、貸し切りになっちゃったんです、ね、今が、はい、ちょうど貸し切り状態ですかね、でこれは朝日ですか、ね、あ、そうですね、この時間帯もちょうど、まあ、朝明るくなったぐらいの時に、うん、はい、登って、まあ、おー、なんでしょう、これは雲海みたいな、ここが、あ、そうですね、あそこが奥多田美湖ですね、なるほど、はい、景色いいですね、いや、いいですね、で、ここがちょうど今山頂ついたところですね、いいですね、で、はい、奥多田美湖があって、その奥がまあ福島川ですね、あ、いや、景色いいですね、いいですね、景色、うん、ここもすごい、やっぱり
良かったですね。あとまあ朝焼け、うんうん、朝焼けから若干ちょっと時間遅れてるんですけど、うんうん、ちょっとこの、うん、朝日がすごい爽やかな感じでしたね、はいはい、いや確かにこれ登りたくなる、うん、なる映像ですね。そうですね。で奥に見えてるこの子すごいですね。あ、そうですね。ここが鬼ヶ面山っていうもう一つの新潟百名山に入ってるところで、うん、やっぱりこっちの面が東側の面になるんで、うん、なのでまあ雪とかがあって、まあ雪崩とかでちょっと結構急な傾斜になってますね。なかなか印象的な景色ですね。いや、そうですね。っていうこの、まあ、湖もそうですし、うん、このまあ鬼ヶ面の方の、うんうん、ちょっとまあ急峻なところがすごい綺麗に見えるっていうところで、はい、まあ、第3位に選んでみました。なるほど。はい。はい、2番目が。あ、そうですね。はい。で第2位の方が獣山。ですね、これはね、もう最初見た方が多いかもしれませんけど、うん、ケモ山が一番最初にこの企画の一番最初、はい、4月12日ぐらいでしたかね、はい、中旬ぐらいに行った初めての新潟百名山で初の VR 動画の1本目なんですけれども、うん、これはもう、ね、やっぱりそうですね、遮るもの何もないですし、うんうん、やっぱこれがすごい残雪期とか、まあ、その雪があるシーズンの良さっていうのもありますし、うん、すさまじい、まあ、これもちょっと夜中夜から登って、はい、でまあ山頂あ朝日がすごい綺麗 で、うん、でこのタロスケ山っていうところからこの奥に見えてる一番奥のピークですね、はい、がそうですね、ここから字幕出てくるかな、ですね、これがケモ山ですね。でここも八幡岳と一緒で、はいはい、まあ、やぶ山の予定だったんですけれども、うん、まあ、下のところは少しやぶだったんですけど、うん、上の方稜線出てしまえばあんまりやぶもなくて、もうここ行くんだなってのがよくわかりますね。そうですね、はい。この足跡は動物ですか？あ、この足跡は、先に先行者が、あ、この日はいなかったんですけど別の人がいて、そのトレースが少し残ってる感じでしたね。登られてる方一応いるんですね、やっぱり季節によっては。こことかなかなかすごいですね。ね、この、そうですね、切れ方ちょっと怖いんですけど、うん、もう完全に雪庇が崩落しつつあるっていう、うん、恐ろしいですね。そうですね、これが朝一ですね。朝一に登ったんでまだ結構閉まってたんで、そこ、あ、そっか、はい、そこは安全なんで、だんだん暖かくなってくると、そうですね、ちょっと危ない感じになんで、ついて、まあ、帰りですよね。帰りのところで、あ、まあ、ちょっと雪が緩んでくるんで、その時はもうちょっとやぶ川歩かないとダメだったんで、へ、うん、そこはちょっとしんどかったんですけど、うん、いや、これはもうこっちの方が八海山とかの方面ですかね。はで、ここでも地味にもぐもぐタイムを今してる某コンビニのですねパンケーキを食べてました。パンケーキ、はい、あんなハードなところでパンケーキ、そうですね、食べてたんですね、はい、やっぱハードなところとちょっと柔らかい、あ、ね、ちょっと、そうですね、はい、ところでギャップを、そうですね、ギャップちょっとギャップを狙いましたねはい、じゃあ最後1位がですね、はい、そうですね、1位の方が平ヶ岳ですね、うん、ここも日本百名山で有名なところで、これもね、うん、なかなか到達難易度が高いとして、ね、そうなんですよね、うん、一応山頂の方天泊禁止なんで、うん、一応日帰りで20キロぐらい歩かないとダメなんで、一応日本百名山の中でも一番難しいというか工程が長いと言われてる山で、でこのシーンがですね、これすごくですね、うん、朝焼け、ここが朝焼け、ちょうど、まあ、モルゲンロードですよね、すごいです、後ろこれすごいですね、うん、いや、めちゃめちゃ綺麗なんですよね、これが、あ、奥から見、奥からってか下から見たら多分ここがモルゲンロードの途中というか、あ、そうですね、 あそこの一番最初のところがちょうど、あ、うん、から登ってきて、でこの日は新潟店の店長の白井さんと、あとうちのウエスト三条店の店長の上田さんと、はい、はい、3人で登りました。いや、これはもう初っ端からすごい、そうですね、景色ですね、この日も、何時ぐらいでしたかね、2時半とか3時あたりの、まあ、暗い時間帯から登っての、はい、まあ、このもう少しで山頂というところなんですけど、はい、なので、まあ、この景色が撮れたっていうのがやっぱありますね。いや、そうですね、うん、それだとやっぱ朝から登った甲斐があるっていうか、ね、いや、そうですよね、いいですよね、いや、綺麗、うん、綺麗ですね、普段登ることできないじゃないですか、こんな、いや、そうですよね、うん、まあ、これもまたね、でこれも、はい、もうちょっと上に行って、すごい、さらに周りの木々がどん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 低くなってきてっていうシーンですね、うん、見通しがだんだん良くなって、うん、でこれの朝日の右側にある山が有石内ヶ岳ですね、はい、右側にある、あ、そこですね、はい、その掃除法っぽくちょこんと見えるのが、はい、大勢の方までね、そうですよね、あ、でもこっち側もなかなかね、すごい、うん、朝日当たってますね、いや、めちゃめちゃ、これもそうですよね、何も
もう加工してるんじゃないかっていうぐらいの、すごいもうオレンジに、ね、そうですよね、染まってすごいですね、本当にすっごい綺麗でした。で、あっちの、そうですね、奥の方が、あれが平ヶ岳の山頂ですね。ここが山頂ですか。こっちが、はい、だんだん日が昇ってきて、そうですね、日が昇ってきたんですけど、もうこの日はもう本当にドピー感で、あ、雲がないですね。そうなんですよ、どこ行っても雲がなくて、うん、見通しがすごい、いやー、すっごい良かったですね。で、この日もいつぐらいでしたかね、10月かぐらいだったんですけれども、はい、やっぱりもう日中 もうこのカンカン照りでめちゃめちゃすごい暑かったんで、はい、暑い、うん、なんでまあ朝一、まあ、朝一というか夜中のうちから登っていて、すごい正解だったかなって、あ、なるほど、うん、涼しくてこんな爽やかな、うん、なんかこんな気持ちいいところ歩けて、うん、やっぱ平らですね、上はだだっ広い感じが、うんうん、まあ、本当に平ヶ岳なんでもう平らで、名前の通りですね、うん、なんでまあちょっと奥の山とかも、まあ、稜線というか続いてるんで見づらいかもしれないんですけど、やっぱりなんかもう他の山頂とはまた違った雰囲気っていうのがすごいありますね。これここまでで行き止まりっていうところですね。あ、ここで行き止まりですか。はい、でその手前のところ、あ、まあ、今いるあたりですね、はい、そこが一応最高地点、あ、この辺、あのあたりが、はい、でもうちょっと、まあ、奥というか手前側のところに、はい、その平ヶ岳っていう山頂の、はい、標識あります。湿原になってるんですか。あ、ですね、あれが玉子石ですね。はい、玉子石って有名な丸い石があるんですけど、はい、ここは山頂からちょっと2キロぐらいですかね、1、2キロぐらい離れてて、ちょっとぐるーっと回ってきたところに玉子石があります。ちょっと池塘みたいな、池みたいな、そうですね、うん、その奥側のところが、どこですか、丹後とか、うん、うん、まあ、そっちの八海山方面の方ですね。でこれがまあ下山の途中になりますね。うん、うん、なかなか長いですね。そうですね、この道も、まあ、最初からあまり日射遮るような、まあ、木とかがないんで、うん、テリッテリな感じですかね。そうですね、はい、あ、でも結構ロープ使ったりとか、あ、そうですね、若干ちょっと滑りやすいところとかもあってロープも設置されてました。で、まあ、夜登ったんですけど、夜からももうずっと晴天だったんで、でこの日すごい月が満月でしたかね、はい、出てて、もうヘッドライトなくても、あ、そんなに月の明かりで登れるんじゃないかっていうぐらいの、まあ、ちゃんとしっかり出して登りましたけど、はい、まあ、それぐらいの明るさでしたね。いいですね、ナイトハイクなんです、ね、うん、でも最後の下りのところを終えてですね、はい、これゴールですか。あ、ですね、でこれやったっていう、あ、なんか真夏みたいに見えますね。いや、本当に真夏みたいですね。天気が良くて、うん、なかなかないですね、こんな日。いや、この日は本当にすごい良くて、うん、でモルゲンロートもそうですし、まあ、夕暮れのアーベントロートも、うん、どこなの、丹後山の方ですかね、おもうすごい綺麗だったんで、まあ、そっちもおすすめなんですけれども、はいはい、このモルゲンロート見てほしくてですね、今回1位に、いや、これはもう、ね、はい、選びました。そうでしょうね、初っ端からこうね、うん、またクライマックスっていうかね。いや、そうですね、うん、うん、VR 動画、まあ、自分もちょっと参考にしたりするんですよ。なるほど。実はその別の山でこう行ってみたいなって思った時に、どうなる、実際どういう感じの登山道なのかなっていうのを見るために、うん、藤本さんが登ったところの VR 動画とか見て、うん、はい、で、あ、こういう感じになってんだみたいなのも分かりますし、まあ、あと佐渡の山とか、まあ、そういうとこ自分まだ行ったことないんで、うん、あ、こういう風な雰囲気なんだなみたいなのを、確かに、うん、登んなくても味わえるっていうのがすごいいいですね。いや、そうですよね、難易度高いところとか、うんうん、ちょっと距離が長くて行きづらいというところとかはなおさら、うん、なんかこういうので、まあ、予習とか、うん、まあ、行けないところ行ったって感じになるっていうのはいいですよね。そうですね、ぜひ、ね、うん、予習的な使い方もしてほしいですし、雰囲気を、ね、感じる意味でも、ね、うん、ちょっと、そうですよね、見てもらえたらいいと思います、うん、はい、ぜひ YouTube チャンネルの方もチェックしてみてください。はい、はい、お願いします。